改めましてこんにちは臨床心理師のカウンセラーあゆみですハートカウンセリング心を健康に続いてのコーナーは心理学の教科書ですはい、えー、このコーナーではあゆみ先生が、えー、心理学の中からリスターのあなたに役立つかもしれないワンポイントご紹介いたしますあゆみ先生今日もよろしくお願いしますはいお願いします今回ご紹介する心理学は、はい、系統的奪還作法です<ー>はい なんでしょう。<laughs> 僕に聞くんですか。僕, <laughs> 僕はちょっと、あのおかずかしながら、全くちょっと漢字ばっかり。でそう、漢字ばっかりで、まあ、ちょっと難しい。 何それみたいな感じが多分一番最初に来ると思うんですけどまあ系統的っていうのは置いといて奪還、はい、作法というのはよく、まあ、よく言われるというか私たちの間ではよく言われたりする方法なんですけれども、はい、要は、まあ、あの行動療法の一つとして言われておりますいうのは実際にこう動いたりする行動するっていうことでいろいろこう何かこう症状を和らいだりとかっていうことなのでそう実際にやるっていうことの一つ。 のものの一つなんですけれども、はい、まあいろいろまああのなんですかねこういろいろな経緯があって、まあ、昔からあるというか、はい、やる方法なんですけれども、はい、まあ要はですね理論的にはもうすごく簡単な説明なんですけれども、はい、まあ何か不安なものがあると不安なことがあると、はい、それに対してあのー 系統的奪還作法をその不安がある場所とか場面とかで実際にそれを行うことで、はいはい、そういう不安とかを取り除いたり緩和したりとか<ー>そういうことをしがこう効果としてあるということなんですね。なるほど、うん なん,ですね、なんていうかな、なんかありますか、恐怖なこととか不安なこと、例えばですけど、はい、本当に簡単なものだったら犬が怖いとか、あ,<ー>あと、なんだろうな、ちょっともうちょっとレベルが高いと、結構、電車が怖いとかうい、ね、あなんかそういったこともありますよね、うんまあ、あと高所恐怖症の方とか、そういう、まあ何でもいいんですけども、も何かさんありますか、ね、あ僕の恐怖症ですかうん、僕の恐怖症は、虫が怖いのと、あ私も <laughs> 虫、本当怖いですね。私ももですそういったものに 対するそういういあです、ね、あのまあ心理学とか、まあ、精神的なものの,、はい、あのやり方の一つなので、はい、もちろん虫がすごく怖くて怖くてそれがこう何か死傷きたらするとか,、まあ、なんか人生において辛いとかであれば、はいはい、れやった方がいいとかあるかもしれないですけど、はい、まあんまりねこうちょっと好奇心でやるっていうのはよくないのかもしれないですけどで,す、ね、まあでも例としてはそれも一つだと思うんですね、はい、虫が怖いとか、はいはい、あとは何かな,なんかまあでも。 そういう高いところとかは大事ですよね。恐怖症ですか。僕は個人的に、うん、あのよく高所恐怖症とかよりも逆にあの暗所恐怖症って言って結構真っ暗なところが怖いんですよね。うん、ああなるほどな、ま、街灯がないな、ね、ほら田舎の道とかすごく怖くて結構あ私もわかります,すそれは <laughs> うんそうですねまあ。 そういうまあ何か恐怖とか不安とか感じることって人によると思うんですよね。まあ多分他の人から見たそんな、はい、え、そんなのことあるのあ<ー>みたいな感じでも自分にとってはすごい不安だったり恐怖だったりすることって多分絶対一人一つはあると思うんですけど、はい、まあ要は理論的には、あのやっぱりそういうのってリラックスした状態では起こる。 不安とととか恐怖って起こってこないということですよね,すね、はい、やっぱり緊張したりとか、すごい嫌な気持ちをしたりとか、はい、まあ,あとは身体症状として動悸がするとか、手が汗かくとか、まあ、逆に震えるとか、<ー>そういう症状が出てしまうこともあると思うので、はい、そういうのというのは、やっぱりリラックスしたじょは状態と、まあ、反対、正反対なことだと思うので。はいはい、要はその 先ほどの奪還作法というのは、はいはい、リラックスした状態にしましょうとその不安とか恐怖が起こっている場面で,、はい、でそういう時にその奪還作法をしてリラックスを自分にさせることでおのずと不安とか恐怖も、まあ、なくなるというよりは和らぐという方が合っていると思うんですけど、はい、そうしていきましょうというようなやり方ですね。だ、はい、だからこれははもちろん1回だけでは そういうういいいののはは取り除いたりり除たたらげたりは難しいと思うので、ええ、何回も繰り返してやることが重要なんですけども、ええ、徐々にちょっと不安とか恐怖とかを和らげていくっていうことがやり方です。すでここでですね、まあはい、それが理論なんですけども、はい、実際にちょっとあの今日ちょっと駄菓奏法っていっぱいあるんですけれども、はい、自分で生み出すとかも全然いいんですけれども、はい、あの一般的なやつをちょっと。 エポさんにってまだちょっとねラジオなのでこの後動画も上がるんですけどもちょっとラジオだとわかりづらいかもしれないですけどやっていただいたやっていいただてほしいんですけど分かりました1個だけちょっと時間がないのでだけですねすごく簡単で一番こうあの私たちの中で使われてるやり方としては肩の上げ下げが一番はいやり方としてはあの一般的ですなのでちょっとまず肩を下にでって今から私がこう言う言う こういうふうに上げてほしいんですけど、その時にものすごくこの全部の力をここにグーって入れてほしいんですね。あ、ま、待って待って。ちょっと数えるので。はい、あの、はいって言ったらストンって下げてください。はい。じゃあ、まず手を下に下げて。はい。はい。せーの。1、2、3、4、5、ストンちょっと時間ないのでここで終わりますが、これを何回もやるとか、あとは手のグーパーとか、 あと顔もぎゅーってやるとか、そういうので一回緊張させて、 ストンと落とすことでリラックスする。これを恐怖とか不安のある場面でやっていただくことで、はい、少しずつちょっと、まあ、ほっとするっていうのもあると思うんですよね。はい、ちょっとしてきた方ですかね。<laughs> まあ、これ一例なんで本当にいっぱいあるんですけども、ねはい、こういうのを系統的奪還作法っていうふうに呼ばれていて、はい、まあ、もしね、あの、皆さん、機会があればやっていただいていただきたいなと思いますが、これがちょっと安心できる方法としてね、今日はお教えしたいと思いました。はい、以上です。 ありがとうございました。はい。多分あの、すごい、さっきあの、やったんです顔が多分すごい、引きつってると思うんで、動画の後で上がると思うんで、<laughs> ぜひ見てください。はい。えー、以上、新、え、陸、ー、の評価書のコーナーでした。